はい、皆さん、こんにちは。こんばんは、ルルシです。本日はね、ちょっと番外編ってことで、私の、バッグの中身を紹介したいと思います。ちょっとコメントの方でリクエストがちょっと前にあって、ちょっとずっと取れてなかったので、ちょっとやっとリクエストにお答えできます。ではね、早速私のバッグの中身を紹介していきたいと思います。はい、ではね、こちらですね、私のバッグ。最近、もう夏で爽やかな色のバッグがいいので、まあ、白を結構使ってます。何でも合うので結構重宝してます。大きさはあんまり大きくないんですけど、意外と入ります。500のペットボトルが普通に横にすれば入るし、でバッグとか化粧ポーチもバッチリこの中入ってます で早速中身紹介していきたいと思います。はい、ではではね、早速中身の方をちょっと見ていきたいと思います。私も実際ね、これ本当に持ち歩いてるままなんで、どういう状況かちょっとわかんないんですけど。で、まずはじめに、櫛、出てきた櫛。これね、私今エクステつけてるんだけど、エクステでもこう、てっぺんから溶かせるの、すごくない？多分これエクステつけてる子ならわかると思うんだけど、エクステつけてるとてっぺんから溶かさないの。だから、これすごいいい。しかも結構サラサラになるの、ほら。てっぺんから溶かせるからめっちゃいいんだよ。エクステの子とかにすごいおすすめ。で、これコンパクトだし、見た目もなんかコロンってして可愛いから、これは持ち歩いてます、いつも。これ櫛が。あとは、イヤホン。私の必需品。これないとほんと出かけられない、遠出できない。私は、これ確かオーディオテクニカかな、このロゴ。わかるかな？ちょっとメーカー忘れちゃったんだけど。このイヤホンすごいいいです。すごい好きです、私。これイヤホンですね。あと、まあもちろんお財布。財布ですね。お財布、まあ、そんな、なんだろう、カードとかは何が入ってるの？結構私カード持ちですね。美容院のカードとか、マツエクとか、もういろいろ、あとネイルでしょ？あと洋服のね、ショップのポイントカードが多いです。私は好きなブランドは、ちなみにリエンダが一番今好きですね。あとはロイヤルパーティーだったりとか、ちょっとお姉さん系の洋服が好きです、最近は。で、そういうポイントカードとかがいっぱい入ってます。で、正直言うと大体いつも1万円ぐらい入れてる感じですね。まあ普通です。 あとはもちろん女の子の必需品、化粧ポーチ。これは私は雑誌の付録かな？雑誌の付録でリエンダのを使ってます。結構入るのでいいんですよ。中はね、リップだったり、目薬だったり、ね、リップクリームだったり、だからグロスとか。私、最近グロスっていうか、口紅を詰めるのハマってて、いろんな色持ってます。持ち歩いてます。今、リップだけでも結構入ってる。わかるかな？ リップだけで1、2、3、4、5、6、7、8本ぐらい入ってる。入れすぎ？ 私最近見つけてこれおすすめ。これ、リンメルかな？リンメルのマジカルステイリップコートってやつですね。これ、グロスとか塗るじゃないですか。例えば、これね、口紅に塗るじゃん、こうやって。塗って、ちょっとごめんね、動画で撮りながらちょっとよくわかんない。塗るじゃん、塗って、で、これをね、中をよく振るの。よく振って、で、この上に、指にね、ちょっと、これぐらい、指にこれぐらいつけて、こうやってね、やるの。こうやってやると、ほんと落ちないの。で、これでちょっと乾かして、あとでどれだけ落ちないかちょっとティッシュで拭いてみるよ。 で、今これつけた状態、結構よくない？ほんとこの色がね、持続するんだよ。で、まあ化粧ポーチですね。あとは鏡、必需品、女の子の三面鏡になってる鏡ですね。これはなんだっけ？なんかプリクラ撮った時におまけで出てきたんだよね、確か。これいいじゃん、三面鏡じゃんとか思って。
とは、私の結構これは、まあ、スマホ使う人は結構持ち歩いてるかな。これ充電器なのね。もちろん私はこのメタドラさんのこれフル充電2回ぐらいできるから結構充電器を持ち歩いてます。これがないと本当不安でダメ、携帯すごいいじれなくなっちゃう。あとなんか面白いの入ってないかな。あと香水、私香水は好きで持ち歩いてます。今使ってるのはこちらのプラガモかな、プラガモの新しいやつ。あとはよく使うのはビクトリアシークレットのラブスペル、これは大好きでよく使います。これつけてるとねめっちゃいい匂いって言われる。これおすすめ。あとはちょっとほんとおやつアモンド。ね、なんか変なお菓子食べるよりもこういうナッツ系を結構持ち歩いてます。美容にいいんでね、ビタミン E がいっぱい入ってるんで抗酸化作用があってアンチエンジングにいいんですよ。誰って感じ。もっとまあお茶とかヘルシー、これ昨日なんで、まあ、まだ腐ってない、大丈夫。ヘルシーですね。でまたあとはもうもちろん携帯、スマホ、これ YSP 見た時のシール、あまりに感動しすぎて貼っちゃった私。意外と合ってない、なんか。でこれスマホですね。私が持ち歩いてるのは結局こんな感じかな。私が持ち歩いてるのはこんな感じかな。ね、でもバッグはこの白いやつの他にこのね黒いバッグも、これちょっとこれ大きめね。これが白なんですけど大きいよね。これ結構ちょっと荷物多い時とかこれすごい使ってる、まあ、シンプルな感じのバッグです。ショルダーにもなるしハンドバッグにもなるんです。私このショルダーになるっていうのが結構好きですね。カジュアルにも持てるんですごいいいです。これ確か H&M かなんかですごい安かったの、3000円ぐらいかな。ね、もうそろそろねちょっとブランドのバッグとか欲しいんですけどなかなか買えないので。私は結構プチプラでちょっとエレガントに見えるものを持ち歩いてます。はい、でこんな感じですかね。なんか面白くないバッグの中身でごめんなさい。ではね、リクエストしてくれた方ありがとうございます。そしてご視聴いつもありがとうございます。ではね、今日はこの辺で、ルルシでした。じゃあね、バイバーイ。はい、ではね、先ほどリップコートをしてどれぐらい落ちないか試してみようと思ったのでちょっとティッシュで、まあそんな完璧に落ちないっていうのはないと思うんですけど、普通こうやってやったら結構落ちるんですよ。待ってな、結構つけるよ。ほらほら、すごくない？もう一回やるよ、じゃあもう一回やるよ。こちらでしょ？ほら結構すごくない？これおすすめ。もう一回これ紹介しとこう。これ結構本当おすすめ。これでした。リンメルのマジカルステイリップグロス、リップコート。これおすすめです。じゃあ、今日はこの辺で。じゃあねー。